はい、こんにちは、ショータです。今日もソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。今回ゲンガー使おうと思ったんですけど、これ出せんのかな。ゲンガー使おうと思ったんですけど、なんでかっていうと、他のポケモンが結構軒並み禁止制限みたいので、ゲンガーより速いやついない、結構いないんで、なんか活躍させるチャンスじゃないかなって思ったんですけど、まあ、3連ゲンガーは良くないんだけど、なんかね全然なんか正解が見えなくて、3連敗ぐらいして、順位もなんかめちゃくちゃ落ちて、めちゃくちゃ今なんかめっちゃイライラしながらやってるんですけど、全部ゲンガー初手で入って負けてんだよな。ただアシレーヌとオンバーンと下3体をぶっ殺せるからハピア持ってきたくて、マンムーが浮かんないか。そうなると、でウーロスのさ型検定も本当にだるくて、まあ悪一点読みでキュアはいいと思うんだけど、上から2番目だとあれ 何してくんだ、わかんねえな。これゲンガーハピナスキュアワードでいくか。これでいけるっしょ、さすがに。でもなんかね、本当になんか、そう、全部の試合なんか、うん、まあこの技選択でいいんじゃないかなみたいに押してなんか帰ってきて、ああこれは負けだなみたいななんかその、何を反省していいのか全く分かんないまま負けてんだよね、めっちゃ。ソリンダから来て、ボルチェンあるとだるいな。もうなんならなんか、3連敗、4連敗ぐらい、一回も勝たないで負けてるから、もう何も考えずに催眠術打った方が勝率が高いまであるんだよね。その方がなんかね、まだ勝てるよ、多分。なんか変に考えて、なんか、技決めるより、そう、こうやってやった方が強いんですよ、このゲーム。これで、俺だって6割だもん。これの勝率は。まあこいつはでも、素直にハピナスに引いていいあれではあったんだけど、キュアはでマンムー見れないかな。アッキーあればさすがにいけんじゃね？こいつ削ろうぜだったら、その分。たたり目で。2発でしばけないかな。おお、強っ。こいつこんな強かったの？これめっちゃ楽しいじゃん。さっきまでなんか、めっちゃ負けてて。でもなんかもう大パンする気力さえないぐらいに気持ちだったんだけど、これでかくなるか。相手吸うとき振りいきなり取った状態ででかくなりたくもないんじゃないかな。オッケー。よし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 。これおもろいじゃん、めっちゃ。このゲーム。いいね。でもこれをガチで突き詰める気にはなれないんだよな、なかなか。こういう強さは見りゃわかるじゃんって感じなんだけどさ。レートで使う強さじゃねえんだよな。なんか、不安定感があんま好きな、いいね。これでしかもこいつ交代できなくなるのめっちゃいいな。6ブラー、交代読み。いいじゃん。なんか、変にさ、こう、いろいろ考えるよりさ、考えないでこうやってやった方が強いじゃん。しかも相手ダイマしてきたから。なんとかなりそうなんだけど。まあ、最悪ダイマックスターンを催眠術で枯らすっていう、奥の手があるから、こっちには。まあ、ダイオーロ一回絡めたいとかそういう話でしょ。いいね。ダイアース。これさすがに次のたたり目じゃ倒せないよね。強いこいつ。なんでこんな強えの？一応ダメージ計算だけするか。たたり目だからシャドボあったらワンチャンある気がするんだけど。25% ぐらいでしょ？ D 上がってるからこれ絶対落ちないから。まあ、幻影一回打っていいや。ダイボールしてこないんだ。それならそれで。惜しいね。3立て行きたかったけど。まあ、しゃあない。ちょ、これをやるこれをさ、なんかさ、主にしたくないんだけど。いや、いざって時の、なんかもうダメだから、ね、催眠術打つわ、みたいのはさ、
僕も強いと思ってるけど、これはなんか、ねえ、前提に物事を考えるのどうかと思うからな。これはさすがに落ちると思う。この HP はさすがに落ちてほしい。ちょっと、いくらなんでも。いくらキュアワがザコとはいえ。よし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 。火力ザコなんだけど。倒したね。いいじゃん。もうなんか、ゲンガー使うとき変に考えずに催眠術を打つことで、オッケー、そっちだよね、型は。ドレインキスでいいんじゃない？素直に。あ、オッケーオッケー。ちょ、試合時間めっちゃ短。なんか、選出から何から何まで合わせて6分とかで終わってんだけど、すご。もう一試合いきます。はい、じゃあそのまま続けてもう一戦やっていくんですけど、なんか、麻薬みたいだよね、なんかね。ゲンガーの催眠術ってなんか、すごい信じられない勝ち方するから、なんか、これでいいんだなぁ、みたいなさ、気持ちになっちゃって、やばいなぁと思ってるんですけど、これゲンガードヒドバンバドロでいいかなぁ。オンバーンごとき多分ドヒドでいけるでしょ、さすがに。まあ、トーチか絡めたり最悪、なんか裏とくるくるして、みたいな。あー、でもニンフインのだるいなぁ。まあ、初手でゲンガーから入っておけば引かせれて、ドヒドで石負けるんじゃないかなぁ。なんとか。なんとかなんない？まあ、最悪ゲンガー引いて、みたいなノリもできるから、ゲンガーから入って、バンバドロとドヒドリで。まあじゃあこれでもドヒドバンバドロハピって投げろって話なんだけどね。なんだけど、こっちで行きます。なぜなら、催眠術を打ちたいと。なんかもう趣旨が変わってきてるな。ゲンガーを使って勝ちたい、みたいな話だったはずなのに。いつの間にかなんか催眠術を打ちたいになってきてて。薬物ってこうやって人をダメにするんだろうね。良くないわ。絶対に。ラットから来た。もう催眠術これ打ちたくてどうしようもないもん今。やばいもう。でも、こいつ相手にさすがにね、玄関を助けつ、いやーでもこいつステロなんだったら、催眠術打ち得だよね。どう考えても。初手で出てきてんでしょ？ステロじゃねえの？引いとくか一回。妊婦の敗北ぐらいだったら一回耐えんじゃない？ゲンガー。さすがに。ステロプラスハイボぐらいだったらさすがにね。いやー、催眠打ち得だった。いやー、分かってた。分かってたんだけど、ここはでもね、絶対やっときたいことがある。これの刺さりが良すぎるもん。OK、引いてないなら OK、OK、OK、OK。それは全然 OK。ヤドリギー。必死2個巻いちゃいたいな。2個巻く必要あるかな。まあ、カビゴンとかがめんどくさいと思うんだった。もう1個巻いとくか。余裕あるし。こいつ焼いて、で、ステロヤドリギでしょ？草技切るんじゃないかな。構築単位で、あの、妊婦とかいるし、認めに別にそこまで良くないと思うんだよな。ボディプレイ。そっちか。ステロヤドリギ。ボディプレイ。いやー、さすがに鉄壁ボディプレイだったら。無力すぎるんだよな。ネットで一回焼けないかな、ちょっと。裏に引くなら引くで、毒が入るから。こっちの割と思うツボな展開になるんだけど。オッケー。わろけるねー、こんな。はいはいはい。これさ、ちなみにさ、ナットって畳目でどんぐらい削れんの？畳目で、臆病の畳目で、半分ちょいか。まあ、ここゲンガー投げて、たたりめたたりめでもいいんだけど。読んでくるかな。ちょ、バンマグロので地割れでもいいんじゃね。あ、それで十分な気がするんだけど。まあ、ステロダメ入るけど、バンバドロにはあんま。ここステロって何？暇だからってこと？ラストジャイロだろ、絶対技。地割れ押してこう。
まあ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 。やっぱ一撃技打つか催眠術打つかしかしてないの、本当に、まずい。なんか偏差値が、3とか2とかだよね。やってることの。オンバーン出てくるんだったら、オンバーンはまあドキドキ引きで間に合うはずなんだよね。で、ネット押せるから、地割れれんだ。こいつ、オンバーンに無力だからな。ふっ!オッケー。ナット消えたんだけど、ざまみろ。これ硬くて一撃技あるポケモンいいな。ドサイ。これちょっとまずいかな。ラムか。ラムか。ヤドリギもらってるから、一回引きたいんだけど。剣舞でしょ?ゲンガー引いてたたり目打つ。ゲンガーがいないと勝てないポケモン残り何相手?こっちからすると、いないな。ここだけなんとかすればいいから。ドヒド引いてドヒドでダイマックス。いやー、剣舞されて、それは弱いから、ゲンガーでいいや。ゲンガー今だけ特性冬帰ってこい、マジ。いや、ここ相手さすがにここ剣舞じゃないと意味ないと思うんだけど、まあこれで原画死ぬんだったら、またバンバドル投げ直せばいい話だから、そうだよね。うん。さあ。いけいけ決めろ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 絶対決めろ。うん、あ、やばい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 。あ、まだあるまだあるまだある。まだあるまだある。もう一回チャンスある。2回サイコロ振れるわ。ふん2回目だぞお前。2回外す確率は 16%、うん、よっしゃー。やべえ。ギャンブル中毒。パチンコ屋に行ってるおっさんバカにできないわこれ。こんなことやってたらそういう風になってきてしまった。たくむか。たたり目でいいだろさすがに。最速置き考えたら少しでも削ってダイアースとかの圏内に持ってった方が強こいつこんな強くていいの。相手が悠長に2回研磨してんのもどうかって話だけどね。パチンコドラゴン、うん、こいつはもう毒が入るからこんなねえ。俺実はね何も考えないで構築を組んだようで、この毒菱とゲンガーの当たり目の一応シナジーがあるっていう。 OK ちなみにこの2本の前に何もせずに3連敗してるんで、ご利用は計画的に。じゃあ、おっつ。